せーの、マリンパッドです。はい、はい、今日はロフトの商品絵文字で頼み合いしていきたいと思います。はい、で、ママさんが今事務所にいてるんですけど、事務所の近くにロフトがあるんですよ。ほんまに徒歩1分もかからないところにそうあるんで、まあ、今からロフトのサイトでお互い欲しいものを見つけて一人ずつ買いに行くって感じでやっていきたいと思います。はい、でもさ、これさ、当ててもらえへんかったらさ、普通にだるない？無駄な払ってるみたいな。無駄な、いらんもんを買ってるって。だからいいんだよ、もう普通に買い物行こや。そんな感じやんな。絵文字か、うん、だからまあ、絵文字も当てに行かなかった。なんかしっかりした絵文字で伝わるように送らへんかったら、はい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 、自分欲しいもん手に入らないよみたいな感じ。はい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 、なるほど。だから自分でちゃんとしないで自分の首絞めるよみたいな感じやな。そう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 、あ、オッケーオッケー。ここの心が通じてなかったらダメな気がする。うん、基本通じないから、うん、ないけるって。いけるいける、フーはいける。あんたの多分全部クリアすると思う。じゃあそんな感じでとりあえずやってみましょう。はい、ロフトのサイトからはい探します。なんかあれやな、これコストが懐かしいな、コストコの企画みたいな感じで。あ、そうそう、前にふうに絵文字でまなみが頼んだのかな。そう、急に送られてきた。そうやな。だからその動画をまた見てください。コストコの絵文字での企画です。何やろや。え、何個、ちなみに何個選んでいい。あ、ほんまや。何個何個何個にするの。10個ぐらい。10個10個ちょっと多すぎる。10個多いな。8個ぐらいする。8です。8個ぐらい、8個でいきます。はい、行きました。はい。何本まで当ててんの。何本まで当てて。何本まで当てて。今貧血やか、貧血やか。ここでよろしく頼むわ。ほんまによろしく頼むわ。ほんまに今月貧血やから、マジで。え、ちょっと待って、ドッキリとかやめてな。もういいよ、普通に。そのなんか裏企画やん、絶対裏企画でみたいな。無理やん、実はみたいな。これで全部外すだけ。ちょ、ほんまにやめてやん。ほんまにやめてよ。じゃあ、待って、もう人間不信になるって。じゃあ、ふうから行くわ。はい、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、ふうちゃんが着いたみたいなんで送っていきたいと思います。まず1つ目、ディフューザー。またこれディフューザーめっちゃ買うやんって言われるわ。なんか、まあ動画とかでも出してるんですけど、ドトールグラニエスのディフューザーが家にあるんですけど、それ結構高くて、でもその匂いにめっちゃ似てる、ちょっとお手頃な値段のやつなんですよ、これ。だからこれ買ってきてもらいます。ちょっと難しいな。はい、送りました。で、次はキュレルのディープモイスチャースプレー。これ化粧水なんですけど、海とか行くときにマナミいつも持っていくんですよ。なんかいちいちこうやってやるのめんどくさいから、もうシューって振るんですけど、これがストックが切れたんで買ってきてもらいたい。これも伝え方難しい。どう伝えたらいいんだろうな。化粧水とか乳液とか買ってきそう。でもそれはないか。マナミが決まったものしか使わんの分かってるから。はい、で次は日傘。もう今年の夏は絶対に焼けたらあかん。で、マナミ折りたたみの日傘は持ってるから、折りたたみじゃないのが欲しい。でもまあメーカーは何でもいい、もう真っ黒がいい。はい、次はミルボンのトリートメント。これもストックが切れたから。でも分かってくれると思う。てかさ、伝え方うまい。絶対ワンチャン全部当ててもらえる。はい、送りました。で、次クナイプのシュガースクラブ。これめっちゃいい。今の目はウィードかこのクナイプのやつしか使ってないんやけど、
めっちゃツルツルになるし、めっちゃいい匂い、ほんまにおすすめ。はい、送りました。で次、持ち運び充電器。持ち運び充電器さ、もうまなみなくしてしまってさ、まあこれはこれじゃなくても全然いい。これの黒でもいいし、全然違うメーカーのやつでもいい。とりあえず持ち運びの充電器が欲しい。携帯に紐のマーク、飛行機とか、でもなんかそれやったらさ、普通にコンセントついた充電器とか買ってきそうな気がするんだよな。はい、次、メイベリンのブラウンのマスカラ。もまなみこれ10年以上ずっと使ってる。他のも試したりとかしてきたけど、これが一番まつげ伸びるし、もう一番いい。これもまあ分かってくれると思う、絶対に。やし、伝えやすい。はい、メディールのパック、この箱に入ったやつが欲しい、ほんまに。普通の小分けのやつはまだいっぱい家にあるから、この箱に入ったやつ朝用で欲しい。パックっていうのは多分分かってくれると思うね、絶対に。嫌ねんけど、まなみが普段使ってる方を買ってきそうな気がすんねんな。まあでもいらんもんではないから、その間違い方はまあ全然許せる。はい、そんな感じで8点かな、8点全部送りました。ふーちゃんが帰ってくるのを待ちたいと思います。あったもん。いや、うまいわ、これすごいわ。はい、一つ目ね。オッケーオッケー、これね、いきます。え、ん、何、おっきい、ちっちゃい、普通、うん、ん、ちょっと待って、せーの、ジョン。え、これ何、鼻毛シェーバー。ちょっと待って、ほんまになるよ。いや、鼻毛、機械のやつやな、ウィーンってやつじゃん。ウィーンしてるの見たことある？ちょっと待って。え、なんで、え、なんと、え、なんと、ディフューザーやって。え、この家の絵文字やんの？家で使うやん、ディフューザー外で使わんやん。家の次に花やん。花やん、花やん、香るやん、香る。鼻で香るってこと？なあ、これはちょっと、ちょっとこれは難しすぎに。ちょっと待って。いや、それやったらさ、もうちょいこれつけ足さなあかん。もっとさ、フローラルとかさ、あるやん。いや、だってフローラルの匂いのやつ欲しいわけじゃないもん。え、何が欲しかったの？あのやつやん、あのマナミンちゃん。いつもさ、あのいつもさ、もうワインや、あれワインの匂いなの？あ、ほんとワインやいや、あれワインの匂いなの？ほんだろ、ここの鼻と顔の間にワインの匂いつけ足さないと。なんか、だつ、わかる？いや、これだけじゃ無理やわ。どうなるよな。いや、もう次行こう。次が、あ、はいはいはい、これね、これもお前寿司なんで。怖いかも。はいはい、もうちょい笑顔してみよう。せーの、せーの、じゃん。え、え、なんで化粧水、化粧水、化粧水、はい。え、すごいやん。でもこれじゃないけど、すごい。どういうこと、どういうこと、これじゃないけど、すごい。どういうこと、どういうこと。マナミが頼んだスプレーの化粧水やねんけど、キュレルの、あー、メーカーが違うんだ。でも、全然これでいい。これ、あれやんの、全然めっちゃいいやつじゃん。もっと喜んでよ、当たってるの。なんか、歯の微妙やわ。え、てか、なんでわかったの？え、だって、なんか最初はな、これな、乳液とか化粧水かなと思って、けど、その後ろに煙みたいなのがついてんねん。スプレーかなみたいな、それで、ファーみたいな。みたいな。そうそう。で、綺麗になってますやろ。うん。なんかこれは、あの、入り口にすぐあったから、これにしようと思って。適当かな。え、でも全然これは、嬉しい、嬉しい。これは正解。え、いいんかな、これ。わかんねえ。それやんな、そこやんな。わかんねえ。はい。
じゃあ次。次ね。じゃあもうちょっとほんまにごめん。もうあんた外れてるわ。折りたたみじゃないのかもしれない。これで全部。メーカーは何でもいい。これで。まあ外れてるわじゃあ。大きいってこと。まあまあ、これは今は入ったな。ミスターフって。うわそれは悔しい、それは悔しい。折りたたみってこと。折りたたみいっぱい持ってんねん。そうなん。なんで折りたたみいっぱい持ってるやん。なにこれ、ゴールド。ゴールド持ってなさそうやろ、こんな色。珍しい色やろ、可愛くない。いやでも可愛いかも。ほら可愛いやろ、ほらほら、いいやん。ゴールドの日傘、そういいやん。黒と白しか持ってないねんか。ほら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 、折りたたみ、まだまし。次行って。はい、次が、はいはいはい、行きます。せーの。いやもうほんまに無理。トリートメント、ミルボンのヘアトリートメント。そっちか、そっちか。ほんまにいるのばっかり。しかもこれママ入れなするんじゃん、こんな何もすんの。だって、いらん。ちなんで、これなんで串のマークついてんの。そうなんやから串、なんで串のマークついてんの。得やん、トリートメント塗ったら得やん。クッシーみたいな形をしてる。ほら、でもいいらしい、これめっちゃ。ほんまにいいな。ストレス溜まってるやろ。これでふーってだから、ストレスがふーってなっていかれる。正解。じゃあ、中に取りやろ。正解。あ、いらない。ちゃうけど。はい、次。次ね。せーの、はい、正解です。よしよし。いや、これは…よしよし。これは知ってる。もうこれはうまい。めちゃめちゃうまい。もうすぐ分かった、これやな。ほんで、まなみがこれ使ってるのも知ってるから、わざわざこれにして。正解です。これ、よかった。ちょっと、よかった。もう、あと何個かやな。1、2、3、4、5、あと3個。3個、ほんまに頼む。オッケー、この調子でいこう。この調子でいこう。この調子でいこう。次の、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 次の。オッケー、オッケー、オッケー。いくね、いくね。せーの、じゃん。はい。何今の。違う。なんで持ち運び充電器。旅行に、はあ、そういうことね。なん、ちょっと待ってよ、そんなんさ、これなんの？あんたさ、あのさ、バッテリーの絵文字ってあんねんで。そうなの？うん。え、めっちゃ簡単やね。絶対わかんない。絶対わかんない。いくで。せーの、ジョン。はい、正解です。しかもブラウン。これは絶対わかると思った。だってこれしかないもんな。最後じゃん。最後。おい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 、最後やのに。もっとさ、もっとさ、これ何やった何やった。まあいいや、言うてた、言うてた通りやわ。でもこれ失敗されても多分こっちを買ってくると思うんで、この小分けのやつかこれかなんかわからへんけど、なんか1枚ずつのもあれやもん。パックは正解ってこと。パックは正解。まあでもこれは嫌じゃない、嫌じゃないから、こっちで。おお、優秀じゃない。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 言ってた、優秀やって。まあまあまあ、今からなほんまにやって。なほんまにちゃんとしてよ。ちゃんとしてよ。はい、まなちゃんがロフトに着いたみたいなんで、早速絵文字送っていきたいと思います。はい、まずこちら、牛乳石鹸。これがちょうど切れそうやから、ほんまに買ってきてほしいねんけど、まなみな風がボディーソープ液体の使ってないの知ってると思うから、絵文字が分かったら絶対牛乳石鹸の種類も当たると思うやんか。難しいなこれは。石鹸石鹸、まあ、バスタブな絵文字入れてたらいけそうよな。はい、一つ目送りました。はい、二つ目こちら、なんかシカボックはニキビとかにいいって聞いたから、これを買ってきてほしいねんけど、まあ、でもこれは伝えやすいよな。シカのマーク送って、でさっきマナミがさ、パ
ック買ってきてほしい時に送ってきた絵文字あるやんか、あれをコピーして追加で鹿のマーク入れたら、これも余裕じゃね？これ間違えることは絶対ないと思うねんな。で次こちら虫除けスプレー。もうな夏なめっちゃ金かまれるから虫除けスプレー欲しいなと思って、まあ、これも簡単よね文字。これは絶対伝わってほしい、今すぐに欲しいね。で次がこちらアイクリーム。なんかな前にまなみがなこのアイクリームめっちゃいいって言ってたから一緒の欲しいなと思って。でもこれ風え文字考えるのめっちゃ天才かもしらん。てかさ伝え方うまい絶対。でもこれ風え文字考えるのめっちゃ天才かもしらん。え、これ伝わらんとかある？まずはい、次な交換補強をすれマスク。交換補になりたい。もうさ、こだわりそうなんか美容とか言ったらお金かかるやんか。だからとりあえずこういうので、ね、あの、こんなになれるか試してみようかなと思ってちょっと長いしこれ伝わるかな。でもうー唇、まあ、顔のパーツって分かって。でお次がこちら、あの爪とかのオイル、美容オイルなんやけども最近のささくれがえぐうてえぐうて、もう乾燥なんかな、もう手も追いやわほんまに。そうだからこれ塗ったらちょっとはマシになるかなって。これもまあ簡単よな。はい次じゃん、日焼け止めでございます。今まで日焼け止め塗るかってんけどさ大事やな思っても、シミ多いし。はい次ラスト、シャンプートリートメント。これね機能切れてんだからな、今日これ買ってきてもらえへんとマジで頭腐なる。ほんまはなこの種類のなシャンプートリートメントが欲しいの、口コミめっちゃ良かったから。でも種類まで当てるのはさすがに難しいと思うから、まあまあまあまるちゃんのセンスでね。いや、はい送ります。はいこれで2,4,6,8,8個 OK です。ありがとうございます。じゃあまるちゃん帰ってくるのを待ちたいと思います。自信はあります。ある？あります。ほんまに？あります。まず一つ目から。一つ目せーの、何？間違ってる、うん、間違ってるか間違ってるか。これ何なの？お風呂の入浴剤なんだけど、待って、これさどう見てもお風呂の入浴剤じゃない。でも絶対どう見ても、え、みんな絶対どう見てもそうやろな。これはお風呂の入浴剤やん。牛乳石鹸、石鹸、ボディーソープやらない、つかるな、いらんやん。確かに。次いきます。まあ、これはもうあんた分かった結構さ、絶対絵文字パックってあるな、あれ。なんで箱つけへんかったの？箱つけた絶対分かったで、まなみ。ミスター、ダブルだけ消しちゃった。ミスったでもまあいいんじゃん、これ。まあまあ、使うし、使う、全然。じゃあ次行きます。はい、もうお願い、これだけはほんまにお願い、せ
せーの、ボン。もうあらまで虫除けスプレーしかないえ、店員さん、え、全く一緒のもすごいって。じゃあこれしかないって言われた、店員さんに聞いたら。あ、そうなのそう、これしかないって言われましたよ。何やねん、虫除けスプレーこれしかないらしい。あ、これしかなかった。うん、あ、でも当たりやろな。当たりうわ、めっちゃ、うん、ちょっとね、あとだけ嬉しいな、めっちゃ。じゃあこれ正解ちゃん。せやな、これ2つ正解。これしかない今。次いくで。次ね、もうこれも絶対当たってる。はいはい、いくで。せーの、ボン。え、どう解釈したそれなったの。なに。え、アイクリーム、あのまなみの言ってたやつが欲しかった。これアイクリーム、アイクリーム塗って寝ますやん。アイマスクして寝ますやん。え、確かにすごい、でもキラキラにはならへん。え、なんかいい気分みたいな、イエーイみたいな、うんみたいな感じなんかなるやん。あー、なるほどね。まあもう言われてみたら確かに。でもまあ編集とかもあるしさ、編集とかも全部疲れるから。いいこれ正解で。正解ではないか、外れやな。全然正解ではないか。じゃあ次いきます。マッサージしてる。そうそうそう、小顔かなって思って。で、小顔のなんかやつやろこれ。え、違うねんけど。レッツ腹式呼吸エクササイズ。次いくで、はい、せーの、バン。ネイルのチップみたいな、なんかネイルシールみたいな。え、怖い怖い怖い、なんでネイルしてるやん。お金ないからやお金ないからこれ欲しいんかな。何答えたの。ネイルオイル、オイルあるやん。ネイルのオイル、うん、なんで足のやつ入れたの。足のマーク、足にも使えるよみたいな。手も使えるし、あんまり足にオイル塗ると思うか。おるけど、なんでないやろ。なんこんなん使ったことないねんけど、こんな中学生とかじゃない、使うの。なあ、二十歳超えた人がこんなん使う。使うやろ。じゃ、それはネイルできへん人とかさ、祝日とかに使うやつ。ネイルできへん、お金ないからネイルでもできへん。頑張ってやってるそこは頑張って出費してるよ。しかもさ、ちょっとデザイン出さない地味に。これしかなかった、もっと可愛いデザインなかった。いろいろあったけど、なんか適当やん、絶対。いくで、せーの、ボン。当たりだ。でも種類は違うけど。でもまあ欲しかった。何の種類が良かった。え、なんか分かった、いいって言ってたんが、うん、このやつ、うん、がめっちゃなんかいい。めっちゃ一緒やんだから。すごいやん、天才やん天才やん、ほんまやん。ちょっと違うだけ、うん、良さそう。こっちの方が良さそう、確かに。最後、はい、最後どうぞ。いくで、せーの、もうちょけたよ、もう絶対ちょけたよ。待ってな、なんで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 な、言ってるやん、さ。なんでね、なんで自分で染めるんかなと思って。はあ、もう歯やもんよ、普通に。歯え、なんでさ、取ってないよな、使うわ来月だから自分でカラスに。カラスすごい。しかもまだ美容室免許持ってるから、まだ染めてるから。いいわいい、大丈夫。まだ染めたら大丈夫自分でルールが絶対飲んだら大丈夫はい、じゃあ何個だった。3個は3やな。いや、学びなのと一緒ちゃうん。じゃあ、いや、フー44当たったよ。そう、フー4つ当たって4つ外れたから。え、てかさ、普通にさ、学びの方
方がさ間違えてる量多いやんか、うん、だからこれ負けた方がさ全額支払いとかしちゃう、はい、そんな感じで今回は、ロフトの商品ルーは4つ正解してて、学びは5つ正解して、絵文字で送り合って、ちょっと待って、僕らちょっと邪魔しようと分からんのに、え、そうです、邪魔しようと、多分絶対1万円何本やし、だからそれでお金ちょうだい、無理やん、はい、そんな感じで終わりたい。